力の合成実験機に実験用バネを取り付けます。フックに糸を通します。30度と60度に角度を調節します。2本のニュートンバネばかりをつけます。実験用バネの先端が起点の位置に来るまでニュートンバネばかりを引っ張ります。実験用バネの先端が起点の位置に来たとき、ニュートンバネばかりの値を読みます。実験用バネを取り付け、0度に角度を調節し、フックに糸を通し、1本のニュートンバネばかりを取り付け、実験用バネの先端が起点の位置に来るまでニュートンバネばかりを引っ張ります。バネの先端が起点の位置に来たとき、ニュートンバネばかりの値を読みます。実験で得られた力の関係を図に表します。